脂質量の少ないペットフードの見分け方じゃん皆さんこんにちは今回は脂質量の少ないペットフードの見分け方についてですダイエットや超リンパ管拡張症のような病気のために低脂肪食が必要な場合がありますが フードパッケージの表示を見ただけでは見分けられないことが多いので、今回はその見分け方についてです。脂質はパッケージには「素脂肪」や「脂肪」と表示されていることが多く、ここでは主に「素脂肪」という言葉で説明を進めます。ではまず問題です。 フード重量あたり、素脂肪10%、水分10%のドライフードと、素脂肪5%、水分80%のウェットフードがあります。乾物あたりで比較する場合、素脂肪量の少ないフードはどちらでしょうか正解は、 ドライフードですこの問題が分かっていたらこの回はスキップして OK ですここに出てくる乾物あたりで比較する場合という条件がこの問題では大切です乾物についてはペットフードの表示成分を乾物に変換の回で詳しく説明しているのでそちらも見てください まず、素脂肪について説明します。素脂肪とは食べ物に含まれる脂質のことです。素脂肪量は油に溶ける成分の量を測定しているので、いろいろな脂質が含まれています。脂質は必須脂肪酸を含んでいるため、必ず摂取が必要です。 犬猫の代表的な必須脂肪酸にはリノール酸やアラキドン酸などがあります脂質は高カロリーで有名なように体に蓄えるエネルギー源としてタンパク質や糖質より高カロリーを体に蓄えることができます脂質は体内の細胞の膜の成分だったり 皮膚のバリア機能などに必要です。脂質の特徴はおいしいこと、そして高カロリーなことです。これは脂質の利点として食欲の落ちた犬猫の食事に利用され、逆に欠点として食べ過ぎて太ってしまうため避けられたりしますが、大切な栄養素です。 必須脂肪酸は必須とあるようにたくさんある脂肪酸の中でも必ず摂取が必要な脂肪酸です自分の体の中で作ることができないあるいは作れるけど必要な量は作ることができない栄養素にこの必須という言葉がつきます脂肪酸はアセチルコ A という物質から どんどん長くて変化した形の脂肪酸になっていきますそれぞれの物質から次の物質が作られる矢印の箇所には専用の酵素が必要ですこの酵素を動物が細胞内で作ることができるかどうかがこの合成反応の進行にとっても重要ですアセチルコ A からオレイン酸までは動物はその酵素を持つため合成反応が進みますオレイン酸からリノール酸リノール酸からアルファリノレン酸を作る反応は植物では進みますが動物では酵素を持たないため進みませんこのためリノール酸やアルファリノレン酸は 動物にとって必須脂肪酸です少ない脂質量で必須脂肪酸を補うためにはリノール酸を多く含むごま油やアルファリノレン酸を多く含むアマニ油などを使うといいね。猫はアラキドン酸を作るための酵素が不十分なため猫ではアラキドン酸も必須脂肪酸です。 アラキドンさんはお肉に多いよ。このように脂肪酸の合成には動物の事情があって不足しないようにしなければいけませんここでしました脂肪酸合成の最初のアセチルコエがどこからくるかというと脂肪酸が分解されても作られるけど糖質やアミノ酸からも作られます そして糖質やアミノ酸は食事の炭水化物やタンパク質を消化・分解して得られます。EPA や DHA はお魚に含まれることで有名ですが、お魚は EPA や DHA を多く含むプランクトンなどを食べることで体内に蓄積できます。 EPA や DHA のように長くて形が複雑な脂肪酸は細胞の膜の柔軟性や働きにも影響を及ぼします体は細胞の集まりでできているので大切だねでは問題を解いていきましょうドライフードはその重量あたり粗脂肪は10% 水分も10%でした。残りは80%です。水分以外の成分を乾物と言います。水分以外なので、このドライフードでは90%が乾物です。乾物には、粗脂肪のほか、粗タンパク質 NFE、粗繊維、粗解分が含まれています。 問題の素脂肪10%とは、ドライフード重量あたり、つまりドライフードを100%とした時の割合です。これを乾物あたり、つまり乾物を100%とした時の素脂肪の割合を計算したらいいだけです。かんたーん では、問題を比にして計算してみましょう。比の式では必ず、イコールの右と左で同じ条件、同じ順番で並べましょう。今回は、乾物対素脂肪の順番です。乾物90%対素脂肪10%イコール乾物100 対素脂肪 X になります外側をかけて 90×、X、内側をかけて 10×100=90 分の 10×100 で、X、は11.11 11ドライフードの乾物中の素脂肪は約11%です。 同様にウェットフードも解いていきましょう。ウェットフードはその重量あたり、素脂肪は5%、水分は80%でした。残りは15%です。水分以外の成分、乾物はこのウェットフードでは20%になります。 ウェットフード重量あたりの割合粗脂肪5%を乾物あたりの割合に計算しましょうドライフードの時と同様に比にして計算してみましょう乾物20%対粗脂肪5%イコール 乾物100%対粗脂肪 x% になります。外側をかけて20かける x、内側をかけて5かける100、x イコール20分の5かける1 0で、x は25。ウェットフードの乾物中の粗脂肪は25%です。 回答のまとめです。通常、フードのパッケージに表示されている栄養素量は、そのフードの重量あたりの量や割合です。今回の問題では、ドライフード重量あたり素脂肪は10%、ウェットフード重量あたり素脂肪は5%です。 その製品重量あたりではウェットフードの方が粗脂肪の割合は少ないです食事中の必要な栄養素は乾物部分に含まれますが製品重量あたりだと水分量によって栄養素の割合は異なってしまいますこの水分の影響を取り除くために乾物あたりで比較する方法があり この方法で比較すると、ドライフードの素脂肪は約11%、ウェットフードでは25%になり、ドライフードの方が素脂肪の割合は少ないことがわかりました。まとめと補足素脂肪量の少ないフードを見分けるためには、 フード重量あたりではなく水分量の影響のない乾物あたりの素脂肪量で比較しましょう。フード重量あたりだと水分の多い缶詰では全ての栄養素量は少なくなります。犬さん、猫さんのために面倒でも計算しましょう。 忙しくて計算できなかったり計算に自信のない場合は栄養を指導してくれる人に計算してもらいましょう犬猫の栄養管理ではカロリーやフード量を決めて与えるのでエネルギーあたりの栄養素量にして比較する方法が分かりやすいです。また今度説明します 脂質を制限しすぎると必須脂肪酸が不足するので気をつけましょう低脂肪食が必要な超リンパ管拡張症のような病気の時には脂肪だけを制限すればいいとは限らないため動物病院に相談しましょう ペットフードのパッケージには、素脂肪0%以上のように品質保証値しか表示されていなくて、実際にどの程度の素脂肪が含まれているかわからない場合もあります。素脂肪0%と表示されているフードを選ぶといいよ。